マティッチ、ルーズボールになった。ボールにはウォルコット、福西さん、今日のゲームですが両チームともに頼れるエースがいますよね。はい、エースのプライドがありますからね。二人とも絶対に負けたくないでしょう。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。コクラン、注目のラムゼーです。ボールは再び足元へ戻されます。ラムゼー、エクトル・ベジェリン。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ラムジー、止める、止めます。アーセナルとしてはこのコーナーのチャンスをものにしたい。